披露。目を覚ませ、お披露。大雨で約17度です。室町大社の値上げのせいで東京中央はまだまだ大混乱です。はいはい、君のせい眠れないわ。おすまないお姫様、お前の冗談はいつもの通り聞きたくないよ。ええ、了解。今すぐ向かう。教祖の豚系一冊目と室町組に復讐を。まかね、錯乱を作って首謀者の確保。了解。あんたの鍵もらえるかね。いい子だ、自害しろ。何？意外と攻撃されることは早すぎる。みんな、俺のために時間を稼ぐ根性を持って戦って。これはミシーマレイの犠牲のためです。敵が接近中、全部隊攻撃の準備を。フラッシュバーンを投げたら進む。おまわりさんか、全くふざけやがって。 A 部隊は突破口完了。B 部隊は逃げる者を絶対確保する。36人のテロリスト絶滅、次の階に進め。待って待って、聞く前に打たない。でも不思議な真似すると一瞬で殺せるわ。惜しいな、惜しいな。ひょっとしたら俺はこの東京のために面倒をかけたな。その汽車、彼女の鳴き声、彼女の震え方、なんと素晴らしいものでした。でも人民にとって室町会社に対する強い敵だった。彼女のぐたぐた腐っている体が発見されたら、ああ、完璧な悲劇だ。でも全てハワが主のためです。みんな、俺を許してくださいませ。俺は室町のひどい秘密を明かす前に死んだ。だからこそこの放送を出すんだ。これは全て室町会社のせい。みんなだけ、俺のために家族を必要。よく聞けみな、新人の警官ならば私は小太郎隊長です。今朝10時5分の時、超常的の放送の下人で千葉の近くの室町研究室が砲撃されました。犯罪者は研究場の地下に潜っている。ゼニンは洗脳したただの文民だそうです。でも間違いせず銃器を持っていて遠慮するつもりはありません。洗脳して攻撃されたと？彼らの目的はどういう意味か。あかね、わけがわからん。この前ミシマレイが暗殺され、彼女の血まみれ放送を出して、見る次第だけで正気を失うのです。彼女は何の方でした？彼女は何年間室町に対する反対者だそうです。とっくにロボットを作るのに人体実験の噂も組んでいるね。これはただの心霊現象ではない。誰かが操っている気と思う。いいか、みんな、出発は15分後、別部隊は隔離しよう。
行くぞ。クソ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 、俺じゃ敵向けじゃない。もううんざりだ。何かあったかさっぱりわからないよ。そうか、俺は社員だ。銃なんか触ったことないよ。もうちょっと洗脳してた頃には何か覚えがありませんか。俺は赤くて血まみれなじめに落ちて、悪魔のような裸の笑い女が俺をずっと眺めた。悪魔、信じられない。君の罪のせいで処刑して名前さえも消すぞ。シクショ、忍ぶ将軍に報告しなきゃ。これを受け入れる。俺の宿命は死だけです。許してくれ。これは警察として私の日常生活です。第三次世界大戦のアート、どうしてこの東京だけが残されているのか。他の国とは連絡がなく、この世界に東京の住民だけがまだまだ生きているようです。どうして俺らが見逃したのですか。第三次のアートでも東京外からまだまだ敵が迫っている。だんだん強くなってきた会社たちも格索する。何にせよ真実を絶対明かす。俺まだ生きている限り、心霊現象でも異常現象でも仲間たちと共に絶対超える。でも俺らの民の中にも無視されている数が多すぎる。風味つける者を助けること、それよりもっと立派な目標は。私は茜です。これは私の物語。お次の生贄借りたいの。クネング。はい、